ハミルトン・ストイフェ・サント・フィッシュはアメリカ合衆国の軍人、政治家。ハミルトン・フィッシュ3世、ハミルトン・フィッシュジュニアとしても知られる、ニューヨーク州出身。ニューヨーク州の政治で長く活躍した一家に生まれ、自らも1920年から1945年にかけてアメリカ合衆国会議員を務めた。在任中は、 アメリカ合衆国の対外介入に反対したことで有名でフランクリン・ルーズベルト大統領を批判した。1990年に102歳の誕生日を祝った時点ではフィッシュはアメリカ合衆国議会議員経験者として最年長の存命のアメリカ人であった。ニューヨーク州ギャリソンにて元共和党所属アメリカ合衆国会議員の父ハミルトン・フィッシュに生と 母エミリーマンの間に生まれる。父方の祖父ハミルトン・フィッシュは、共和党所属のユリシーズ・グラント大統領の下で、アメリカ合衆国国務長官を務めた。初代ハミルトン・フィッシュの父である、ニコラス・フィッシュは、大陸軍の士官であったが、後に、ジョージ・クリントン知事から、ニューヨーク州の軍務局長に任命された。ピーター・ストイフェさんとニコラス・フィッシュの妻は、エリザベス・ストイフェさんとで、 オランダのニューアムステルダム植民地総督、ピーター・ストイフェさんとの末裔である。ハミルトン・フィッシュ3世は母のエミリーマンを通して1636年にコネチカット州ハートフォードに入植したトーマス・フカーの末裔でもある。フィッシュの叔父イライアス・マンはハンジ及びニューヨーク州トロイ氏の市長を3期務めた。フィッシュのそそぼスーザン・リビングストンは 大陸会議のサウスカロライナ州代表であった夫、ジョン・ケインを亡くした後、1800年にユリアン・ウルスイン・ニエム・ツェビチ伯爵と再婚した。軍人で政治家でもあったニエム・ツェビチは、ポーランドの5月3日憲法を書いた人物だと信じられている。フィッシュは、ジョン・ケインとスーザン・リビングストンのひ孫であるがゆえに、1982年に、 ニュージャージー州知事に選ばれたトーマス・ケインはフィッシュの親戚である。ハミルトン・フィッシュ3世のいとこは、セオドア・ルーズベルトのラフライダーズのエロ中隊の軍曹であったが、米西戦争で戦死した最初のアメリカの軍人となった。ハミルトン・フィッシュ2世は戦死したフィッシュのいとこに敬意を表して10歳になる息子フィッシュの名前を法的にハミルトン・ストイフェ・サント・フィッシュから単に ハミルトン・フィッシュに変更した。フィッシュは1921年に、元ブルックリン市長アルフレッド・シー・チェイピンの娘、グレース・チェイピン・ロジャースと結婚した。二人の間に生まれた息子ハミルトン・フィッシュ4世は、ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国会議員を1969年から1995年まで13期、務めた。 フィッシュ夫妻の娘リリアン・ベロニカ・フィッシュは、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの息子、デイビッド・ホイット・ミア・ハーストと結婚した。ハーバード大学時代のハミルトン・フィッシュ子供の頃、フィッシュは、ジュネーブに近いスイスの学校シャトード・ランシーに通った。この学校は、フィッシュの父も1860年に通っていた、学校であった。そこでは、フィッシュはフランス語を学び、サッカーをした。夏は、 家族と一緒にバイエルン州で過ごした。マサチューセッツ州サウスボロにあるフェイスクールというアメリカの全寮制学校の教育を受け始めたが、その後は共に同じサウスボロにあったセントマークススクールとプレップ校に通った。フィッシュは後に自身を B 学生であったと自助しているが、複数の異なるスポーツで成功した。1906年に、 セントマークススクールを卒業したフィッシュはハーバードカレッジに進学して通い1910年度卒業生となった大学ではハーバードのアメリカンフットボールチームでプレーしポーセリアンクラブの会員であった身長6フィート4インチ体重200ポンドのハムフィッシュはカレッジフットボールの全米チームのメンバーに2回選ばれ1954年には カレッジフットボール殿堂入りするなど、フットボール選手として大成功であった。フィッシュはイエール大学卒業生、ウォルター・キャンプのオール・タイム・オール・アメリカチームに属した唯一のハーバード大学出身者であった。ハーバード大学卒業後も、フィッシュはフットボールに没頭し続けた。ハーバードのフットボール選手に授与されるいくつかの賞のために5000ドルを寄付したほか、 ハーバードロースクールのフットボールチームを組織して全国の他の大学とのエキシビション試合を行った。1909年20歳になったフィッシュは歴史と政府の専攻においてカムロードの学位を授与されてハーバード大学を早く卒業した。フィッシュはハーバードで歴史を教えるよう誘われたがこれを丁重に断りその代わりにハーバードロースクールに通った。フィッシュは ロースクールを卒業する前に、自主退学し、ニューヨーク市の保健事務所に就職した。フィッシュは1914年、1915年、1916年の3年に、渡り、ニューヨーク州会員でシンポ島所属の議員であった。マーク・エル・ハーシー将軍とハミルトン・フィッシュ3世対、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦する、以前、フィッシュは、 第15ニューヨーク不評隊系中隊の隊員であった。連邦軍のために第15歩兵隊が動員された時、フィッシュはウィリアム・ハワード大佐からの第369合衆国不評連隊でその地位を保持するようにとの申し出を受け入れた。第369不評連隊はアフリカ系アメリカ人の歌手官兵と白人の士官からなる部隊であり、 ハーレムヘルファイターズとして知られるようになった。第369不評連隊は第93不評師団に配属された。ウィルソン大統領がドイツに対して戦線布告した後の夏にフィッシュと約2000人の兵士はキャンプホイットマンで訓練を開始した。1917年10月、部隊はさらなる訓練のためキャンプワズワースへの移動を命じられた。 1917年11月、連隊はアセス、ポカホンタスに乗船し、フランスへ向けて出航したが、その後まもなく船はエンジントラブルのため陸地に引き返した。再び出発に失敗した後、船は1917年12月13日に出航した。他の船と衝突したり、ドイツの潜水艦から船を守るための駆逐艦による護衛がなかったりしたにもかかわらず、 連隊は無事にフランスに到着した。フィッシュと部隊は12月26日にフランスのブレストに上陸した。第369連隊はアメリカ合衆国のジョンパーシング将軍によりフランス陸軍の指揮下に置かれた。総じて第369連隊は191日間を前線で過ごしたが、これは他のどのアメリカの連隊よりも長かった。 また、連合国として最初にライン側に到達した連帯でもあった。フィッシュはシルバースターとフランスの先行十字章を受章した。加えて、フィッシュと前線近くで看護婦として働いた姉のジャネット・フィッシュの二人は、その戦時の活躍を称えて、後にレジオンドヌール勲章を受章した。フィッシュは1919 19年3月13日に少佐に昇進し、 同年4月25日にアメリカに戻った。フィッシュは1919 19年5月14日に軍を除隊したが、1940年代まで予備役商工部に属し、最終的に大佐の階級に上がった。エドムンド・プラットの辞職により生じた空席を埋めるため、選挙に出馬したフィッシュは初当選し、1920年11月2日から、 1945年1月3日に辞職するまでアメリカ合衆国連邦議会下院議員の地位にあった。25年近くに及んだ議員生活の中でフィッシュは強硬な反共主義者及びかつての友人であるフランクリン・ルーズベルトの旧敵として知られるようになったことでその認知度が高まり反ルーズベルト派の議員らの名誉とされた。フィッシュはフランクリン・ルーズベルトのニューディール政策に 反対していた。真珠湾攻撃後までは、不干渉主義者であったフィッシュは、ヒトラーのドイツから、ユダヤ人を助けることを目標とした数々の立法上及び外交上の動きにも責任があった。フィッシュが非を認めようとせずニューディール政策に反対したことはルーズベルトを借り立て、フィッシュと浮かれ騒ぎ嘲笑していた他の二人の、連邦議会の反対者は、 ルーズベルトの1940年の大統領選の選挙戦の主要素となった。最後にはある程度ニューヨーク州知事トマス・イー・デューイに影響されてフィッシュの議員としてのキャリアは自身の選挙区で共和党の予備選挙に勝利したけれども1944年の総選挙で落選したことにより終わった。1920年12月21日、ハミルトン・フィッシュ議員は 第66議会の67号決議案を提出した。この決議案は第一次世界大戦中にフランスで戦死した無名のアメリカ人戦士の遺骨をアメリカ合衆国に返還すること及びその遺骨を首都ワシントン DC からポトマック川を越えたところにあるバージニア州のアーリントン国立墓地のメモリアルアンフィシアターの外側に建設されることになる。 神聖な墓に埋葬することを認めるものであった。連邦議会はこの決議案を1921年3月4日に承認した。1921年10月23日、フランスのパリから約90マイルのところにあるシャローン・シュル・マルヌにて、フランスで戦死した無名のアメリカ人戦士の遺骨を収めていた4つの棺の中から無名戦士の遺骨が収集された。 収集された遺骨はアメリカ合衆国に返還され、1921年11月11日に、おごそかな儀式の中、連邦議会議事堂で、第一次世界大戦の無名戦士が清掃を安置され、国葬の葬列の後にアーリントンの墓地に埋葬された。墓は1937年に完成し、無名戦士の墓として知られるようになり、今日では、 アメリカ陸軍のアメリカ合衆国第三不評連隊の中から入り抜かれた保障が日々24時間体制で墓を守っている。その墓及びそこに眠る無名戦士たちは今日ではアメリカ合衆国内で最も神聖な軍用地と考えられており、それはおそらく国家に対するフィッシュの最大の遺産であろうと思われる。1922年6月に フィッシュは1917年のバルフォア宣言を通じた英国のパレスチナ政策に対するアメリカの支援を具現するためにロッチ・フィッシュ決議案を提出した。ハミルトン・フィッシュは熱心な反共主義者であった。1931年の記事では、フィッシュは共産主義について世界で最も重要で、最も不可欠で、最も遠くまで及び、そして最も危険な問題と記し、 アメリカ合衆国内の広範囲にわたり共産主義者の影響があると信じていた。1930年5月5日、フィッシュは会員に1 8 5号決議案を提出した。その内容はアメリカ合衆国内において共産主義者の活動を調査するための委員会の設置を提案するものであった。その結果として生じた委員会は一般的にはフィッシュ委員会として知られ、 アメリカ合衆国内で共産主義者の活動に関与、または活動を支援している疑いのある人物や組織の広範囲に及ぶ調査に着手した。この委員会の調査対象にはアメリカ自由人権協会及び共産党の大統領候補者ウィリアム・ゼット・フォスターも含まれていた。委員会は共産主義者を調査し入国管理と国外追放に関係する法律を強化して 共産主義者をアメリカ合衆国から締め出すためにアメリカ合衆国司法省により大きな権限を与えることを勧告した。1933年フィッシュが委員会の一員であった時委員会はアドルフ・エルトによるコミュニスム・イン・ジャーマニーというナチの本の翻訳物のアメリカ合衆国での出版を講演した。その前書きでは委員会が反ユダヤ主義あるいは ナチ体制を擁護することになるとして、それを出版しなかったと言った。しかし、これは、委員会がナチスとドイツの共産主義者の間の、闘争は、共産主義から防御するための効果的な対策を使用することについての教訓を提供してくれたと信じていたからである。その本は、ユダヤ人はドイツにおける、共産主義に責任があるとし、 アドルフ・ヒトラーだけがそれを止めることができると主張している。アメリカ系ユダヤ人とリベラル派の団体からの圧力がある中でフィッシュと他の委員会メンバーはその本について否認した。また、フィッシュは長く誤りが指摘されてきたシオン賢者の議定書を自身の議会事務所から配布した。フィッシュはドイツ国民により親しいアメリカ人の名誉として持ち上げられた。 雑誌タイムはかつてフィッシュを米国一の孤立主義者と称した。1939年8月14日、フィッシュはノルウェーのオスロで開かれた列国議会同盟の会議にアメリカ合衆国代表団の総裁として出席し、ヨアヒム・ホン・リッペントロップと会見した。フィッシュはリッペントロップの使用飛行機に同乗してオスロまで飛んだ。 ルーズベルトの前に立ちはだかる強敵であったフィッシュは、ノルウェーでの会議の間に、ナチスドイツとより良好な関係を持つことを推奨し、断地費問題を解決することを望んだ。1940年の大統領選挙の直後、フィッシュはルーズベルトに打った電報の中で次のように述べた。おめでとう。私は国防のために支援することを固く誓う。そしてアメリカが、 外国の戦争に関わらないためにも、1941年、アメリカ合衆国における、ナチの諜報員の活動を調査していた、司法委員会は、連邦議会議員の孤立主義者による演説内容が中に記された、議会郵便物の入った八つのカバンを、押収するために、ワシントンの繁栄国組織の本部に職員を派遣した。フィッシュの主席補佐官であったジョージ・ヒルは、 職員が到着する直前に郵便物をフィッシュの事務所の収納庫に持ち去った。大陪審が招集され、ヒルは次の2点について説明するために出廷するよう命じられた。一つ目は、なぜそんなに繁栄国組織の郵便物について心配していたのか。二つ目は、ナチのプロパガンダ諜報員であったジョージ・シルベスター、ビエレックとの密接な関連について。 ヒルは、そのような郵便物を取り寄せたことはなく、ビエレックについても知らなかったと言った。売審は即座に、偽証の罪でヒルを起訴した。起訴から間もなく、フィッシュはヒルを弁護して、次のように主張した。ジョージヒルは 100%OK、OK、であり、私はジョージヒルを何であれ、限界まで支援する。裁判中、ヒルは、ビエレックが1940年に、キャピトルヒルを訪れ、 政権の外交政策を通列に批判する議会演説の大規模な分配のために段取りをつけたことを説明した。聴聞会の後、陪審は氷決に至り有罪判決が要求されたため、フィッシュは障害を負い、勲章を受けた第一次世界大戦の従軍兵であり、私の事務所で事務員だったジョージ・ヒルが偽証罪で有罪判決を受けたことを知り、 大変残念に思います。ヒル氏はイングランドの家系で、彼は我々の戦争への関与に対して執念を持っていました。との声明を発表した。20時間後、売信はヒルに有罪を宣告した。1942年の議会中間選挙まで2週間も待たない頃、コラムニストのドリュー・ピアソンの全国に同時に配信されたコラムには1939年に フィッシュがどのようにしてドイツと関係のある筋から3100ドルを現金で受け取ったのかについての詳細が記述された。フィッシュはアフリカ系アメリカ人の公民権に賛成を唱え続けた。フィッシュは反臨地法案を通過させるため他の共和党議員や北部の民主党議員と3度協力した。これらの法案が会を通過するたびに1922年、 1937年、1940年、上院の南部の民主党議員は法案の通過を阻止し、法の成立を阻むことに成功した。1940年、フィッシュは1941年軍事、歳出予算法案に修正を加えることに成功した。この法律は増大する、労働力、設備、そしてアメリカ合衆国が第二次世界大戦に参戦する、 可能性に備えるために資金を提供することを含んでいた。フィッシュの加えた修正は軍人の選抜と訓練における人種差別を禁じており、これは後に軍の人種差別を廃止に導く重要な一歩だと受け止められた。ルーズベルト大統領は1941年の一般教書演説の中で4つの自由を明確に述べた。1944年にフィッシュは 自身の第一次世界大戦の経験とルーズベルトの四つの自由が軍においてアフリカ系アメリカ人を平等に扱うよう提唱することを述べたことを思い出しながら他の下院議員に次のように述べた1400万人の忠誠心のあるアメリカ人には四つの自由の発展が戦争中に当然あるものと思う権利があり彼らの息子たちにも その歴史上最も大きなこの戦争において、アメリカ合衆国を守るために戦闘部隊で訓練を受け、軍役に服し、戦う他のどのアメリカ人とも同じ権利が与えられるものである。イギリス安全保障調整局は、偽装団体、キャンペーン、実力派の工作員を通して、アメリカの連邦議会会議員に影響を与えようと、試みる多大な努力に焦点を当てた。 1940年に BSC の工作員はすべての孤立主義者の上院議員及び下院議員をひどく怖がらせるためにハミルトン・フィッシュを打倒するための超党派委員会を運営した。委員会はフィッシュの性敵のためにかなりの額の資金を調達しメディアを使った複数の攻撃を図り選挙の直前に犯行の無実の罪を着せ不忠実を持って フィッシュを非難する本の配布に手を貸した。歴史上の文書が示すところでは、ほとんどの攻撃は、フィッシュの選挙区の外から生じたものであったけれども、委員会は可能な限りフィッシュへの攻撃が彼の選挙区から生じたかのように見えるよう仕向けた。フィッシュは1940年の攻撃を生き延びたが、2年前に行われた選挙と比べて、半分以下の得票差での勝利となった。 1942年の選挙でフィッシュは弱い立場にあるとみなされた。フィッシュを選出したオレンジ及びパットナム選挙区はフィッシュに対して背を向け始めた。世論調査では不正確ながらフィッシュは共和党の予備選挙ですら勝てないだろうと予測された。フィッシュの22年間の選挙運動で初めて選挙事務所の本部を開いた。その後まもなくフィッシュは 人気のある共和党の候補者で、州知事のトマス・デューイに拒否された。しかし、1942年11月、戦場での来るべき勝利を有権者が待ち望んでいた時に選挙が行われ、フィッシュは民主党の候補に4000秒差で敗れた。しかしながら、1944年に実施された議席数の再分配により、フィッシュの選挙区であったニューヨーク26区の区割りは、 再編された。同年、フィッシュはニューヨーク29区から立候補した。29区には、もはやフィッシュの地元であるパットナム軍は含まれなくなったが、前の選挙区からオレンジ軍が編入されたほか、3つの新しい軍が含まれた。オーガスタス・ダブベネットがフィッシュを約5000秒差で破った。雑誌、タイムの報道によれば、ニューヨーク州では、我が国にとって、 嬉しいことには、強心的なハン・ルーズベルトの孤立主義者、ハミルトン・フィッシュは24年間議員であった後、退いた。彼の後継者は、リベラルな、ニューバーグの弁護士オーガスタス・ダブュー・ベネットだ。議会を去るにあたって、フィッシュは選挙の後の敗北宣言の中で、私の敗北は、おそらく25万ドルを上回るであろう多くの、不正資金により支援されたニューヨーク市から、 共産主義的な赤の勢力の功績であると広く信じられるべきである。と述べた。数週間後にそれを見たフィッシュは私を打ち負かすにはニューディール政権のほとんどとモスクワの半分と40万ドルと1一時を必要とした。と述べた。選挙で敗北して苦い思いをしたフィッシュはすぐにロバートカイカトラーを名誉毀損で告訴し、フィッシュが ナチの心波であるかのように描写した広告に対する損害賠償金として25万ドルを求めた。その広告にはフィッシュがアメリカの指導者フリッツ・クーンと関連があるような描写もあった。フィッシュはその後和解なしでこの訴訟を取り下げることになる。フィッシュは真珠湾攻撃の復讐のために陸軍に志願するつもりだと1941年12月8日に 誓ったのであったが、フィッシュは第二次世界大戦には参加しなかった。当時フィッシュはすでに53歳であった。フィッシュは第一次世界大戦の少子と自助伝、ハミルトン・フィッシュ、メモアール・オブ・アン・アメリカン・パトリオットを書き、自身の死後間もなく出版した。フィッシュは長きにわたり様々な政治と福音軍人の機能に精通した演説家である一方で、疲れを知らない旅人でもあった。 フィッシュは、しばしばそれを車で行うことで知られた。ほとんどいつもフィッシュは、そのような演説を次のような言葉で締めくくった。もしも住む価値のある国があるとしたら、もしもそのために戦う価値のある国があるとしたら、そして、もしもそのために死ぬ価値のある国があるとしたら、それは、アメリカ合衆国である。1958年に、フィッシュは、両方の世界大戦において、 フランスで軍役に復したアメリカの将校と彼らの子孫で作る世襲の愛国的な団体としてオーダー・オブ・ラ・ファイエットを創設しフィッシュはオーダーの初代総裁に就任したハミルトン・フィッシュ3世は1981年のウォーレン・ベーティ監督主演作の映画レッツに出演した目撃者の一人であったこの映画はジャーナリストのジョン・リードの生涯と ロシアを共産主義国家ソビエト社会主義、共和国連邦の建国に導くことになった1917年の10月革命の間の彼の数々の体験を描いた作品である。映画制作の一環として、制作班は1970年代に1917年の出来事を目撃した複数の個人にインタビューを行った。 それらのインタビューは、場所や出来事の描写と場面の間の橋渡しのために、映画前編を通して使用された。ハミルトン・フィッシュは90代になるまで保守系サークルで、意欲的に活動し続けた。1988年に、孫のハミルトン・フィッシュ5世が、ウエストチェスター軍選挙区から民主党の候補者として、出馬した時には、孫を共産主義者だとしてあざけり、同じ選挙戦を戦っていた。 共和党候補に100ドルを寄付した。フィッシュは1991年1月18日にニューヨーク州コールドスプリングにて死去した。そしてニューヨーク州ギャリソンのセントフィリップスチャーチセメテリーに埋葬された。彼は直系の家系では三代目のハミルトン・フィッシュであったが、彼の父や彼の息子と同様に連邦議会議員在職中はハミルトン・フィッシュジュニアとして知られていた。 また、彼の孫も、ハミルトン・フィッシュ3世として知られており、1994年に、ハミルトン・フィッシュジュニアとして、連邦議会議員に立候補して落選をする前は、リベラル雑誌、ザ・ネーションの編集発行人であった。この孫は、ハミルトン・フィッシュ5世として言及されることもある。1988年9月9日に、ハミルトン・フィッシュ3世は、彼にとって4人目の妻であり、 最後の妻となるリディア・アンブロジオ・フィッシュと結婚し、彼が亡くなるまで夫婦であり続けた。リディアは2015年1月12日にニューヨーク州ポートジャービスにて死去した。ありがとうございます。